チームパンクな銀河団本部バルコニーから失礼いたします。ごきげんよう、犬小屋健ポーチです。先日公開しました動画、木星蒸気モンスターボールを作る、たくさんのご視聴本当にありがとうございます。うちのジュナさんも大喜びです。いや、ありがたい。というわけでして、今回は木星蒸気モンスターボール量産計画第1弾、モンスターボール、スーパーボール、ハイパーボール作ります。今回も最後までごゆっくりお付き合いくださいませ。それではよろしくお願いします。ちなみにですが、再生画面の下の方にあるこのマーク、これが CC というボタンなんですが、これを押すと日本語と英語の字幕出ますので、よかったらそちらも試してみてくださいね。まずパーツの原型を作るわけですが、できたものはこちらにございます。ここからしばらくは前回の動画で説明しているので、さらっと進めますね。気になる方は概要欄にリンクを貼っておくので、そちらもご覧ください。ちなみにこれモンスターボールのベルト部分を複製するところです。でここなんですが、前回の動画では細かい特にポツポツ部分なんかが複製できなくて苦労しました。なんで今回は連想筆で隙間にシリコン塗り込む作戦を行いたいと思います。この時点で隙間をゼロにしようってことですね。はい、もうトゥルトゥルでまるでヌメルゴンですね。いざ流し込みじゃ。あ、ちなみにですね、剥離剤を拭くのをすっかり忘れていて、ダメ一回型をダメにしてしまいました。皆さんもうっかりミスには気をつけようぜ。さてさて、型ができたらレジンの流し込みです。余談ですが、剥離剤を拭かないと原型が取り出せないという問題も発生します。剥離剤大事ですね。こいつです、こいつ、いじらないでいいやつ使いましょう。いざ流し込みじゃ。まあここはね、とにかくレジン流して日光に当てて、レジン取り出してまた流しての単純作業ですからね。まあね、それだけです。これを数日かけて30個ぐらい作りましたが、正確な数は記憶にございません。複製ができたところで、今度は剥離剤を落としていきます。あんなにお世話になった剥離剤ですが、触るとベタベタするし、塗料も乗りづらいので、この辺で始末してしまいましょう。使い方は簡単、レジンウォッシュに10分つけて拭き取るだけで OK です。本当は中性洗剤でも洗った方がいいみたいなんですけど、ちょっと疲れちゃうよね。はい、細部までいい感じにできました。ここからレジンの修復作業に移ります。あれだけ気をつけても、やっぱり気泡やかけばりは残ります。やすったりパテで埋めたりして直します。さて皆さん、お待ちかね、パツパツ祭りが始まるよ。ポツポツ祭りとは、木星蒸気モンスターボールにいっぱいついている謎のポツポツを追加制作するお祭りだよ。いくつ作ったか全く覚えてないけど、1時間以上チネチネし続けました。指紋なくなるかと思いました。はい、お疲れ様でした。で、今のポツポツなんですが、結局複製がうまくできなかったパーツに埋め込んでいきます。完全に複製できたのは全体の3分の1くらいでしたね。もうこのポツポツは最初から後付けにした方が楽かもしれませんね。ということで、こんな感じで修復できました。修復の後、耐水ペーパーで削ってボールの留め具をつけていきます。実はさっき複製のシーンでしれっと流れていたんですが、こいつも一緒に作ってました。おお、それっぽくなってきたよ。金具の塗装します。剥離剤を落としてもこの作業をやらないと色がうまくなってくれません。アイアンペイントで金属風の色をのせます。前回の動画でもお話ししましたが、このパーツはおそらく鋳鉄なので、ごつっとマットな質感が出るように気をつけました。塗装完成。見た目はかなり鉄っぽいですね。もちろん留め具もちゃんと動きますよ。長板パーツなんですが、前回はボールをくり抜いて本当に開閉するようにしたので、かなり大変でした。で、長板の形やサイズ感もゲームと全然違っていたので、今回はフェイクで形状の方をオリジナルに寄せていくことにしました。ちなみに、度重なるレジン複製の鍵には、犠牲となったあまたのシリコン型たちがいたことを忘れてはいけません。散っていったシリコンやレジンたち、ありがとう。やってまいりました、突撃銀河の製造隊のコーナー。ここでね、モンスターボールを製造していると聞きましたので、ちょっと覗いてみたいと思います。あ、これ今作ったやつですね。全く同じ、あの紙はボールの設計図かなんかですかね。
さてこっちはこれからやるやつこんな感じのことします。てか手作業って大変ですよね。この時代にボール作られてたってこと自体驚きなんですけどね。あ、これ神の手です。ボールいっぱい作ります。あ、くり抜いたボングリもう見たくねえな。でこの作業台も今のと同じ感じ。あれ、くり抜く道具、うわ欲しかった、前回欲しかったやつ。それでこの机なんです。あ、どうもこの方は宝物を盗まれた人です。どういうことか、ポケモンレジェンズアルセウスプレイしてみてください。で、ね、問題はこの机なんですけれども、皆さんこれ見覚えありません？そう、アルセウスの第一弾 PV の冒頭と同じ配置なんですね。こうやって見るといろいろつながってて面白いですよね。ということで現場からは以上です。よいしょっと。いや、朝から天眼山登ってきましてね、ボングリ通ってきましたよ。なんでこんなに体力あって、それはね、ご想像にお任せします。ということでボングリパート開始です。自然由来のものなのでケバケバザラザラしてるものも結構あります。まずはこれを整えましょう。前回表面処理をあまりやらなかったんですが、完成時に表面がザラっとしていて少し残念でした。今回はこのスポンジにヤスリがついているものを使っていきます。これとにかく使いやすい。丸いものを丸いままヤスれるので、こういう時は断然おすすめですね。はい、こんな感じです。画面では見えにくいですが、ある程度滑らかになりました。塗装の下準備。木材は吸い込みが強いんで、木工用プライマーで目止めをします。そしてエアブラシで塗装します。実は重大なミスを犯しておりまして、色をのせる前にサフというものを拭く必要があったんですが、これすっかり忘れてます。なので結果として塗装後に地色が透けているのと、ちょっとザラついた感じが残ってしまいました。反省。ということでこっちはエアブラシでサフを拭いてから色を入れます。今言っているサフというのはサーフェイサー、つまり表面の下処理剤なんですね。これを拭くことである程度の凹凸を隠し、色のりが良くなります。さっきよりも短時間で発色よく仕上がりました。塗装が乾いたら布で拭き上げていきます。布です。いくらかツヤ出てきましたよ ね。黄色の方はサフを拭いても若干木目が見えてしまいました。下塗りが終わったところで、いよいよ模様の準備に取り掛かります。ボールの種類を見分ける重要な要素なわけですが、実際あんまりじっくり見たことってないですよね。よくわかんない。ということで実際に見てみました。こうやってフィールド上でボールを振りかぶると、部分的にではありますがボールの模様をじっくり観察することができます。こんな風にボールすらも観察できてしまうポケモンレジェンズアルセウス、やはり神ゲーです。てな感じで観察したものをフィードバックしつつ、いられでそれっぽく作っていきましょう。参考資料から大まかな輪郭を抽出し、アングルを考慮しながらデータに起こします。スーパーボールで言えば、あの模様は直線に置き換える必要がありますね。この模様は筆でざっと描いた感じに見えるので、筆ブラシを応用していくつも重ねては合成して一つのフォルムにしていきます。それっぽくなったと自分では信じてます。お次はハイパーボール。こいつがとにかくくせ者でね、どうやら縦の線はボールに対して垂直よりちょっと外に向いてたり、煙突パーツに模様がかかるとかかからないとか、かなり観察が必要でしたね。特徴的な波の模様は円をとにかく重ねて消してを繰り返して作りました。ボールの頭頂部もなんとか形状を把握できました。こんな感じになってるんですね。で、見えづらくて申し訳ないんですが、これで完成です。一応サイズ違いを数パターン用意しました。これを出力します。結構細かいのでうまく切れるかドキドキです。あ、無事にカットできたようですね。よかったよかった。つかない部分を剥がしていきます。これがね、楽しいんですよ。スーパーボールの模様ですが、計算するとだいたい 35.5 度くらいかなといったところ、あくまで目安なんですが、基準線を見ながら慎重にシートを貼っていきます。アナログですみません。とりあえずスーパーボールをそのまま進めますね。この上から、そう、缶のサフを吹きます。これを最初から使うべきだったんだ。で、青の塗装、ここだけちょっと映像がなくなっちゃって昭和画質でお届けしますね。あ、やっぱりツヤとか全然違いますね。サフすげえ。よし、じゃあ剥がしていきますよ。
仕上げにトップコートを拭いていきます。下の塗料にダメージがないよう水性のものを使っています。見てください、ツヤツヤになりました。1色目と2色目で段差があったんですが、トップコートでかなり埋まって滑らかな表面になりました。あとここです。真上から見た時模様が左右対称の位置にあるんですが、これが地味に大変でしたね。おかげで見栄えがかなり良くなりました。この塗装ハゲはなんとかうまくやります。とりあえずスーパーボールの上パーツ完成。ここからハイパーボールに移りますが、基本的な流れはスーパーボールと同じです。ただ結構頑張ったので見ていただけますか。これは塩ビ製のマスキングをガイド代わりにして模様シートの位置決めをしています。剥がすとこんな感じ。公式になるべく近づけるため結構貼り直しました。でこの波紋なんですが、前提として平面のものを曲面に合わせるのってめちゃくちゃ難しいんですよね。シートが多少伸びるのでちょっと無理しながらも歪みが出ないように切り貼りしました。これが一番大変だったかも。缶スプレーは勝手に厚塗りになるのでサフは不要。二度塗りしたと思います。これは野党さん新米の大好きな金の玉。はい、ちょっとだけ剥がします。ボールの色って公式に何色とか決まってるわけではないんで、今回は公式画像を参考に色決めをしました。ここのパーツ黄土色みたいな、なんか謎の色だったんですけど、ハイパーボールっていうのは高級品なんで金にしてみました。いかがでしょうか。でここまで剥がしたらマスキングをさらに貼り重ねます。実はここでも一つ重大なミスがありまして、後で詳しくお話ししますが、要は手順はあらかじめきちんと考えて決めよねってことです。ああ何も知らない過去の自分が愚行を重ねている、マスキングのように。そしてサフを拭いて3色目の本塗装をします。これも見た感じで鉄色にほんの少し黒を足してみました。ではではハイパーボール剥がさせていただきます。トップコートを拭きまして、できた。こっちもツヤツヤ。パッと見でハイパーボールって分かりますよね。いや嬉しい。色もなんとなく緑が入ったような深いグレーで、イメージしていた通りの色が出ました。でさっきのミスっていうのがですね、金の塗装をよく見るとうっすらマスキングの跡が残ってるんです。メタル系の塗料は表面が繊細なんでマスキングは厳禁でしたね。うん、勉強勉強。ということでハイパーボールの上パーツ完成。これハイパーボールの下塗りで失敗したボングリです。予定になかったんですが、せっかくなんでモンスターボールも作ります。とりあえず塗装の上から研磨して剥がれ部分の凹凸をなくします。サフを拭いて塗装して、あれ終わりです。まあ、前回は中をくり抜いたり金具パーツを原型から作ったので、まあ、塗装だけならこんなもんかなって感じですね。ちなみにこれ前回のボールなんですが、きちんと処理するだけで仕上がりこんなに差が出るんですね。そのひと手間が大事なんだな。ってことでモンスターボールの上パーツ完成。木目をそのまま出すパーツにワックスを塗っていきます。具体的にはモンスターボールとスーパーボールの下パーツですね。蜜ろうワックスを軽くすり込んで柔らかい布でこすっていきます。良いツヤ。ワックス塗布前と比べると歴然の差ですね。ワックスは塗るのも楽しいのでおすすめです。ボールの下パーツ完成。ついでにもういっちゃ、ボングリに黒を拭いて上からメキチョスプレーのシルバー、そしてツヤ消しトップコートを拭いたらハイパーボールの下パーツも完成。はあ、ちょっと休憩して男前な関さんでも眺めましょうかね。あ、玉ざらし。関って玉ざらし使ってたっけ。いや違うよな。あ、じゃあ新しいイベントか。この玉ざらしが関になんか話しかけるとか、いきなり攻撃してくるとか、相槌まで打ってきて、え、そんなことある。
ついに最終工程合体に入ります。気合い入れてくぜ。まずは本体に金具を装着します。前回接着剤が後から白く浮き出てしまい、かっこ悪くなってしまいました。そこで今回は発火しにくい模型用の接着剤を試しています。やっぱりね、餅は餅屋専用のものを使いましょう。てなわけでいきます。緊張する。一応木目のモキモキにしてます。煙突パーツも取り付けましょう。いよいよ完全合体しますよ。金具パーツ同士はさっきの模型用セメダイン、そして木部同士はクイックファイブという A 剤 B 剤を混合するタイプの速乾のものを使いました。いきます。完成。本当に最後の工程、長板パーツを取り付けます。やすってへこませ、クイックファイブを多めに置き、プライマーを拭いたパーツを乗せるだけ。乾いたらアイアンペイントで塗装します。作業中に剥げた部分も補修して、ついに完成です。いかがでしたでしょうか。何が言いたいかっていうと、モンスターボールは大事に使おうね。あ、ちなみにこれ第1弾ですからね、ぜひ次もご覧くださいね。それでは最後までお付き合いありがとうございました。あなたに旅の幸運を。500円。